どうも、ベッキムです。いつもご覧いただきありがとうございます。今日も張り切って日本の美味しいものを皆さんに紹介していきます。今日皆さんに紹介いたしますのは、千葉県の松戸市にあります大人気つけ麺店であります中華そば富田さんの人気のつけ麺を自宅に取り寄せて食べていきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは早速いきましょう。レッツゴー。今回お取り寄せしましたのは、千葉県松戸の行列店富田さんの人気ナンバーワンメニューでもありますつけそばでございます。スープ、そして麺、トッピング、圧倒的な存在感で多くの方を虜にしてきたつけ麺でございます。お値段は3食セットで3980円でございます。箱を開けてみますと、美味しい召し上がり方ということで作り方が書かれた紙が入っていました。そしてその下には、どろりと濃厚な富田さん自慢のスープと、さらには自家製の麺が冷凍状態で入っていました。そしてトッピング類として、海苔と、そしてさらに爽やかな香りを生み出す柚子が入っていました。さて、一体どんなクオリティなんでしょうか。調理を開始して食べていきましょう。さて、完成いたしました。もう見ているだけで早く食べたいなというふうに思わせられる圧倒的な存在感なんですけれども、噛めば噛むほど小麦の香りが広がる極太麺に加えて、どろりと濃厚な着濁スープが出来上がりました。もう待ちきれませんので、一口いただいてみましょう。さて、漬け汁にたっぷりとつけて一口いただいていくんですけれども、入れた瞬間にですね、柚子の爽やかな香りが口の中にふわっと広がる感じ、まさにこれぞ富田さんの代名詞と言ってもいいと思います。さらには重厚感が漂うこのスープから生み出されるこのハーモニーですね。この極太麺との相性もとても良くて、もうこれどんどん箸が進んでしまいます。さらにこのトッピングされたこのチャーシューですよね。このバラ肉なんですけれども、厚く切られてはいるんですけれども、とても柔らかいんです。これぞまさに衝撃的なチャーシューと言えると思います。店主の魂がこもったこちらのつけそばですね、ぜひ皆さんにお取り寄せして自宅で味わっていただきたいと思います。そしてつけ汁を捨てるのはもったいないので、最後の一滴までいただくためには、このご飯をですね投入していただいて、さらにチーズがあれば入れていただき、そうすることによってリゾット風にして最後の一滴まで美味しくいただけるかと思います。ぜひご自宅に届いた際にはアレンジしながら、最後の最後までお楽しみいただければと思います。非常に美味しかったです。最後までご覧いただきありがとうございました。今後も美味しい料理や日本酒など多数動画を配信していきますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは See you!